こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では大人の男性におすすめしたい5万円前後のですね時計を5つご紹介してみたいなと思っています。この YouTube チャンネルの中でもですね何回か時計について触れたことがあるかなと思うんですが、時計っていうのはですねかなり価格帯がピンキリで、安いものだと1万円前後から買えますし、高いものはですね100万円を超えるものもゴロゴロあったりする世界なんですね。その中で僕たち30代40代の男性が比較的このぐらいであればなんとか買えるかなっていう範囲っていうのはやっぱり5万円前後かなと思うんですね。5万円っていうのは正直ですねあまり安い金額ではないかなと思うんですね。ただ僕たちの年齢というところを考えるとあまり安すぎても様にならないですし、かといって高すぎても現実味が湧かないので、ちょうどいい価格帯のラインというのがこの5万円前後というところなのかなと僕は感じているんですね。ですので今回はこの5万円というところを一つのラインとしながら、この前後のですね価格帯の中で皆さんにお勧めしたい時計をですね5つご紹介したいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。このチャンネルでは30代40代の男性に向けてファッションの基本を分かりやすく解説していますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速1つ目からご紹介したいなと思うんですが、まずですね一番最初にお勧めしたいのは G-SHOCK ですね。結構皆さん意外に思われたかなと思うんですけども、僕はですね今まで G-SHOCK をあまりおすすめすることがなかったんですね。これまでいくつか本を書いていますが、その中でもですね結構 NG の事例として G-SHOCK を出すことが多かったんですね。皆さんもですね G-SHOCK というと結構厚みがあってごつめの時計で、デザインもかなり装飾の入ったイメージを持ってる方も多いかなと思うんですね。このような結構カジュアルな印象の強い G-SHOCK ってなかなか僕たち世代には似合いづらいアイテムでは確かにあると思うんですね。ただ G-SHOCK といっても結構様々なモデルがあって、中にはですねかなりシンプルなものもあったりするんですね。その中でも5600シリーズというものがありまして、これは G-SHOCK における定番中の定番なんですね。デザインもですねめちゃくちゃシンプルなスクエア型になっていて、皆さんも G-SHOCK といったらこのレトロな形をですね思い浮かべる方も中にはいらっしゃるのかなと思っています。ただこの5600シリーズというのは価格帯も結構抑えめで、シンプルなんですけどもちょっとですねチープに見えやすい部分もあるんですね。そこがかえってレトロな G-SHOCK の魅力だったりはするんですが、僕たち世代に合うような5600シリーズだったら、こちらの写真にあるような文字盤の外側にステンレス素材の使われているものですね。これはですねかなり素敵なのかなと思っています。5600シリーズの中でも素材感に高級感があるというところと、色もシャープでかっこいいですよね。基本的にはモノトーン一色ではあるんですけども、ステンレス部分が深めのグレーになっていてすごくですね上品な雰囲気が漂うんですね。これはですね僕は G-SHOCK のシリーズの中でもすごく気に入っていて、お客様にですねご案内することも結構あったりするんですね。数ある G-SHOCK の中でも僕ら世代にも似合いやすい一本として、こちら皆さんにもぜひチェックしていただきたいなと思っています。G-SHOCK の魅力というのは皆さんもご存知の通り、とにかくタフなのでぶつけても水に濡れても全然問題なく使えるので、そういった点ではですね休日にアクティブに過ごしたい方には特におすすめの時計なのかなと思っています。価格に関しても普通の5600シリーズよりは高めではあるんですが、それでも2万円台で買えるので比較的手が届きやすいのかなと思っています。結構アパレルの店員さんでもこのシリーズを愛用している方は多いので、ぜひ皆さんもこちらの時計を候補の一つとして頭の片隅に置いていただければなと思っています。続いて2つ目の時計なんですが、ブラウンの腕時計ですね。こちらの時計も僕は結構デザインが好きで、普段のスタイリングの際にもおすすめすることがあったりします。ブラウンというとですね皆さんはひげ剃りのイメージを持っている方が圧倒的に多いかなと思います。ただこのブランドというのは結構さまざまな家電を作っていて、中でもですね時計には定評があるんですね。可愛い置き時計ですとか、掛け時計に関しても無駄のないすごく綺麗なデザインのものがあったりするので、ブラウンの時計というのは結構隠れた名品としてさまざまな方に認知されているのかなと思っています。皆さんの中にはブラウンのデザインがいいっていうイメージってあんまりないかなと思うんですが、結構ですねこのブランドは家電のデザインを大きく変革したと言われているようなブランドで、根強いファンがすごく多いんですよね。このブラウンが作る時計というのもなかなかシンプルで上品な雰囲気があって、僕はめちゃくちゃ好きなんですよね。こちらの写真にあるような白文字盤のクロノグラフはですね中でも僕が気に入っているシリーズの一つかなと思っています。基本的には僕はシンプルなデザインの時計が好きなんですが、ただですね、シンプルすぎるとどうしても退屈に見えてしまうので、クロノグラフというデザインが僕は好きなんですね。クロノグラフということで様々な要素が散りばめられているんですが、決してうるさすぎないようにバランスよく配置されているのがブラウンのデザインの魅力なのかなと思っています。秒針がイエローだったり、日付の部分に少しだけレッドが効かせてあるのもですね、デザインのほんの少しのアクセントになっていて、このバランスがめちゃくちゃいいなと思えるのがこちらのクロノグラフなのかなと思っています。価格帯も割とこなれていて高すぎないという点もですね、取り入れやすいポイントなのかなと思っています。大人の男性が選ぶ時計として、デザインがシンプルでなおかつ機能的にも優れている、こういったブラウンの時計というものを使うのも非常にいいのかなと思いますので、2つ目の時計としておすすめしたいなと思っています。はい、続いて3点目の時計なんですが、今回は私物を持ってきました。こちらの動画の中でも何回かご紹介しているので、皆さんもすでにおなじみなのかなと思うんですが、セイコーのプロスペックスというモデルですね。この時計というのは僕が本だとか YouTube で一番取り上げることが多い時計なのかなと思っています。今回この動画を撮るにあたって結構様々な時計というのを改めてですねリサーチをしてみたんですが、やっぱりですねこのセイコープロスペックスっていうのはバランスのいい時計だなと改めて実感をしました。こちらの時計というのはダイバーズウォッチなんですけども、ちょっと厚みがあってデザインも少しレトロ感のあるところが非常に気に入っているポイントなのかなと思っています。デザインに関してはローワーケースのですね梶原さんという方が監修をしていまして、非常にシンプルなデザインなんですが、男心をくすぐるようなですねすごくバランスのいい時計に仕上がってるかなと思っています。この時計は様々なセレクトショップとですねコラボレーションモデルが出てるのもすごく面白いところで、その年の限定モデルみたいなものが結構たくさんのバリエーションが並ぶので、そういった点もですね僕が気に入っている点なのかなと思っています。僕が所有しているのは今から 4,5 年ぐらい前に買ったエストネーションの別注モデルなんですが、オールブラックでシャープな見た目になっていて非常に気に入っているモデルなのかなと思っています。時計というのはそこまでですね大きな流行というのがないので、長く使えるという点もですね他のファッションアイテムとはちょっと違う点なのかなと思っています。4,5 年経った今でも全く古さを感じさせないので、皆さんにもおすすめしやすいモデルなのかなと思っています。価格帯はだいたいですね 4,5 万円前後というところで、先ほどの2つに比べるとちょっと上がるんですが、大人の男性の休日用の時計としては非常に使いやすいモデルなのかなと思っています。ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目にご紹介したいのがハミルトン・カーキフィールドというシリーズですね。これはですねちょっと予算オーバーしてしまいまして6万円台になるんですが、ぜひ大人の皆さんにですねご紹介したい時計の一つなのかなと思っています。ハミルトンというのはアメリカの時計のブランドなんですけども、結構コアな時計好きの方でもですねハミルトンを選んでる方は多いブランドなんですね。いろんなセレクトショップでも展開してるんですが、中でもビームスがハミルトンをですね結構積極的に推してるイメージがあります。もともとですねミリタリーウォッチというものを得意としてるブランドなんですけども、男らしくて武骨でなおかつデザイン的には王道なので、僕たち大人の男性にはですねすごく使いやすいモデルなのかなと思っています。中でも今回ご紹介したいのはこちらの写真のタイプなんですけども、見ていただいても分かるようにちょっとですね最初からヴィンテージ風の加工がしてあるんですね。文字盤もですねちょっとかつれた雰囲気が出ていて、そこがですねなかなか男心をくすぐるなというふうに思っています。時計バンドの由来もですねちょっとくすんでいてレトロな雰囲気も漂っていて、このモデルを見た時には正直めちゃくちゃ欲しいなと思いましたね。ハミルトンのカーキフィールドシリーズは僕自身も好きで、よく本ですとかブログでご紹介するモデルではあるんですが、その中でも断然今僕が気になっているのがこちらのモデルです。ビームスでも取り扱いがありますので、ぜひ皆さんには実物を見ていただきたいなと思うんですが、数ある時計ブランドの中でも、しっかりとした歴史があってなおかつですね固定ファンがしっかりといて、その上である程度価格帯が抑えめなのがハミルトンの最大の魅力なのかなと思っています。ちょっと5万円を超えてしまうんですが、6万円台で買えるというところで、ぜひ皆さんにお勧めしたい一本なのかなと思っています。はい、ラスト5点目はですねこちらのアップルウォッチという時計ですね。ここ数年一気にですね大人の時計として頭角を現してきたのがアップルウォッチという時計なのかなと思っています。本当にですね10年前にはほとんど存在しなかったような市場かなと思うんですが、今ではですね結構僕の周りでもしてる方が増えてきたのかなと思っています。僕自身もですねずっと気になっていたんですが、ようやくですね最近実物を購入しまして、今はですね2日に1遍ぐらいしてるんですけども、やっぱり便利な時計なのかなと思っています。今回ご紹介する中では一番機能的には優れているんですが、Appleのデザインということで非常にシンプルながらもですねバランスのいいデザインになってるかなと思っています。ます。ただですね、 Apple Watch というのはバンドですとか文字盤次第で全然見栄えが変わってくるので、そこに関しては Apple Watch 専用に動画を用意してますので、そちらを参照にしていただきたいなと思っています。機能的でありながらもデザイン的にもバランスが良くて、なおかつ今っぽい雰囲気も出るというところで、この Apple Watch というのは欠かすことができない時計の一つかなと思っています。正直ですね、価格帯は幅があって、安いものだと5万円以下のものも結構たくさんあるんですね。型落ちのモデルであれば比較的ですね、手が出しやすい価格帯なのかなと思います。僕はちょっとステンレス製のものをしているので価格帯は上がってしまうんですが、 Apple Watch の中でも様々な選択肢があるので、ぜひ皆さんもですね、過去の僕の Apple Watch の動画を見ながら自分に合ったものをですね、選んでいただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では大人の男性におすすめの5種類のですね、時計を皆さんにご紹介をさせていただきました。時計を選ぶ時の基準として、機能性だとかデザイン性だとか歴史だとかうんちくだとか様々な角度があるかなと思うんですが、僕の場合はあくまでファッションとの相性の良さだとかアクセサリー感覚で気軽に使えるというところを重視して、今回は皆さんにおすすめをさせていただきました。結構ですね、時計というのは様々なバリエーションがあるので、この中から選ぶのはなかなか難しいかなと思うんですが、今回の中の5種類から選んでいただければ、まず失敗のない大人っぽい時計というところが選んでいただけるのかなと思っています。特にですね、春夏に関しては腕が露出することが多いので、ちょっと背伸びをして5万円前後の時計をしていただくことで全体のバランスが変わってくるかなと思います。ぜひこの中から気に入った1本を新調していただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。